はい、ということで皆様お疲れ様でございます。ゲームコレクター QX 改め急増の QZ に、改名いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。ロゴはですね、ありがたくも視聴者様に作っていただきました。この場を借りて改めて御礼申し上げたいと思います。誠にありがとうございます。いやー、ありがとうございます。もう大好評につきですね、ゲームコレクター QZ 第2回目ということで、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。今回僕がチャレンジするゲームはこちらでございます。ケムコから発売されておりますホステージでございます。ホステージ、ケムコことことぶきシステムから1989年に発売。内容は特殊部隊の6人を操り、ゲリラ部隊に捕らえられた人質の救出とゲリラ部隊殲滅が目的のアクションゲーム。ゲームの進行は予部構成となっており、いずれも素早い判断と微細なコントロールが求められる。横スクロールのアクションパートから始まり、敵のサーチライトをくぐり抜けて進んでいく。その後は狙撃モードで潜入経路の確保、そして潜入。最後はゲリラ部隊の殲滅をしていくというもの。用意された難易度に応じてサーチライトの数が変化したり、敵の攻撃が激しくなっていく。今回は動画の尺的な問題を考慮して、とにかくエンディングを見ることを目標としたい。このゲームですね、僕の動画を日常ご覧いただいている方はわかると思うんですが、先日ですね、こちらのホステージ購入品紹介という形で動画に上げさせていただきまして、購入品紹介の最後にこちらですね、プレイさせていただいたんですけども、もうどのくらいです？開始1分少々ですぐもうやられて、ゲームオーバーになってしまったといういわくつきのゲームでございまして、これで、あ、むずい。うわー、今日はですね、これをエンディング見るまでやっていきたいと思います。これ何時間もかかったらちょっと嫌ですよ。日またいだりとかしたら嫌ですよ、本当に。まあちょっとね、これやっていきましょうか。心配なんですけども、攻略情報とか一切見ずにやってきますんで、とりあえずじゃあやっていきましょうかね。これね、さあちょっと前にですね、このホステージやりまして、さあリベンジマッチですね、行こうか。ホステージと、どうしようかな。とりあえず鳴らさないといけないんで、いやでもいっか、とりあえずその、あ、ノーマルじゃなくてミドルモードですね。ミドルもうそのままぶっつけていきますね。これでとりあえずクリアを目指していくと。ミッション、これどうしようかな。トレーニング、ミドルモードのトレーニング、多分これで下手したらもう何時間がいきそうですからね、僕。マイク、さあこのね、サーチライトに当たると撃たれちゃうんで、さあ隠れながらいきましょう。これでもこれすごいですよね、このヌルヌル動く感じが。さあこれ隠れながら、隠れながら、くそ、これゴロ、よし、よし、オッケー。メタルギアみたいですよね。うま、あ、結構なんかうまくなってません？なってないか。さあゴロン、これもう余裕じゃないですか、これ。撃たれる。サーチライトをかわしながら進んでいきたいと思うんですが、サーチライトがいやらしい。ゴロンゴロン、あぶ、あー、撃たれた。パタ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 
とにかく素早く動くのが攻略の鍵となる。スティーブ、いやーこれちょっと先行き不安ですね。いきなり。行けるとこまで行っちゃって、危ない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 。いやーこれちょっとやばいかな。どう思います？一回入ろうか。一回入って。ゴー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 。いける。あ、ダメか。はい。ああ緊張するな。あれ、あ、もう狙撃パートです。あ、違うの？ジャンボになっちゃったよ。なんかよくわかんないな。まあいいか。あ、やばい、撃たれる。あ、なんで撃たれたの今。パタパタパタ。でもさっきのスティーブで、あの、狙撃モードですよね。さあ、これで、撃ちますね。そう、対象がどこにいるか。いましたよ。行ったでしょ。行きましたね今。あ、スタートしちゃった。今行きましたよね。これで乗り込むのかな。これですよこれ。前回あの僕ですね、購入品紹介のプレイ動画の時あっという間に落ちたんですよね。これでだから分かんないんですよこれ。あのロープこれであんま行き過ぎるとダメなんですよねこれ。あれだ。だからケムコさん、なんでこんなめちゃくちゃむずいんです。うまいよ。どこまでロープ伸びるんですかこれ。これで侵入するんですよね。あ、めっちゃわあ。潜入パートでは狙撃で窓を割ってルートを確保、そこから潜入しなければならない。これグラフィックいいですよね。かっこいいですもん。チャレンジ2回目。さあ乗り込みました。さあバツンといきますよ。いた。おい、OK。当たんない？当たったでしょ。で、ここから乗り込んでいく。乗り込む。ロン。ちなみに、狙撃手が撃った場所の窓しか潜入はできない。さあ、これ、もう。下がって上がる。下がって危ない。これめちゃくちゃむずい。あ、危ない。ピューンって落ちちゃいますからね。でさっき狙撃したっぽ。お、だからこれむずいんだってば。あ、これ A ボタンで、あー、 A ボタンでこうシューンパリーンなんでしょうね。え、だからパリーンしたとこ入んなきゃいけないんですよね。あ、待てよ。これ、穴開けとけばいいのかな？これ穴開けときましょうか、とりあえず。なんか今、ふと思ったんですけど。じゃあ、ケムコさんを。よいしょ。あ、穴開いてないじゃん。狙撃ポイントが違うからですか、今の。
ようやく気づく急増。もうやだ、もうやだよ。なあ、めちゃくちゃむずいんだから。だから3回目の挑戦。さあ、とりあえず行くか。ああ、もうやだ、ケムコ。心が折れそうです。心が。とりあえずちょっとさっきね、ここから打って一番下行かないといけないんですよね。なんだよこれ。はい、ちょっと休憩でお昼ご飯食べます。お昼ご飯はですね、これですね、昨晩、うちの奥さんがですね割引で買ってきましたもので、これ一袋ね70円ぐらいで買ってきたものなんですけども、日清の爆裂辛麺、これ食べていきたいと思います。これやばいかな、辛さレベル5とか言ってるんですけども、どうやらペヤングのめっちゃ辛いやつみたいなやつらしいんですよ。食べれるかな。僕あんまり辛いの食べ慣れてないというか好きなんですけどね。これちょっと食べていきますね。はい、とりあえず出来上がりました。見た目は結構美味しそうで、匂いはね辛いです。じゃあこちら食べていきます。はい、ではいただきます。どうかな、なんかめっちゃ辛いらしいんですよこれ。あ、でも、まあ、確かに辛いんですけども、十分旨味を感じられるレベルの辛さというか、うん、あ、これ美味しいですよ。でも今ね、黄身を割って黄身とね絡めて食べてみますね。うん、あ、これうまいかも。なんかもっと食べて悶絶するぐらいのレベルを想像していたんですけど、これ言うの忘れてたんですけども、ベースはソース焼きそば系のソース味なんですけども、ちょっと甘めに仕上がっていまして、激辛のテイストがドンっていう感じですね。うん、はい、とりあえず完食です。ごちそうさまでした。さあ、休憩も終わりまして、激辛ラーメンも食べて絶好調でございますので、再びチャレンジしていきます。4回目のチャレンジ。結構美味しかったですね。爆裂なんでしたっけ、激辛麺でしたっけ。
まあでも普通の味が一番美味しいんでしょうね、ああいうのはね。なんか辛さに頼るとあの旨味がもう感じられないというか。じゃあミッショントレーニングいきましょう。まずマイクを、×のところまで移動すると、もう この辺はね、とりあえず×だから B ボタンでマップ確認。まあまだ序盤か。ゴロンゴロン、まずい、撃たれるよ。さあいいだろう、見つからないようにここ入ると。で今もう次のビルでしょうね、次のビルあのレンガ調の建物に入れば OK かな。さあ行く、これで OK でしょ。ダメ、まだ、まだか。次のビルわあすごい早いな、あのライト。よし行こう、よし入る、 OK でしょ。ほらマイク狙撃ポイントに到着。マイクでスティーブも、バツのところ、結構遠いですね。パタパタ、ジャンボ、じゃあ向こうに行きましょう。よしで、まだ序盤ですよね、これ。もうちょいか。よし行こう、行っちゃおう。これがここで、もうあと建物2つ分って感じなんでしょうね。これでやり過ごす。よし、やり過ごすよ。うまい。あ、ダメか、パタパタだ。ジャンボもパタパタ。よし、そしたらマイクでこれいろいろ窓ぶっ壊せば侵入ルートが増える気がしてきました。とりあえずいっぱい壊しときましょうか、こうやって。なんか壊し、特定の窓っていうか、とりあえずどっか窓に入ればいい気がするんですけど、これ。開いた。よし、倒した。とりあえず全部の窓壊しておきましょうか、こうやって。これで全部。で、ロン。いろいろ。侵入ルート、とりあえずじゃあこのマイクの真正面と行きましょうか。あ、ほら窓割れてる。よし、これでいけるんじゃないですか。グーグーグイグーグイグイグーグイグイ、はあ緊張するなこれ。いやー、これ誰かコツあったら教えてくださいよ。これもうじいじで行くしかないんですよね。危ない、今危ないね。これで穴から入る。もうちょいか。あ、入んない。あ、入った。OK。うわ、なんだこれ。待って、むずい。今テロリストですよね。これなんか撃った。多分あの緑のちょこちょこしてるのがテロリストで、これでなんかアドベンチャーみたいじゃないですか、これ。悪魔の招待状みたい。緊張する。オッケー、バシバシ撃つんだね。待ち構えるか。悪魔の招待状みたいじゃないですか、これ。アドベンチャーの、あとあのスパイ&スパイ風なところもありますよね。進む。敵来そうなんですよね。よし、 OK。 敵来るかな。
敵がさ、あの扉の奥にいるんですよ。いやどうする、行きます、行ってすぐ下向けばいいのかな。いやうろうろしてますよね。いや来い、あー来ないか。あ上行っちゃった。緊張するな。人質はどうするんですかね。うわーいっぱいいるよ、いっぱいいる。今いっぱいいましたね。 OK 倒した。よし OK、 結構順調なんじゃないですか。時間がない、当たんないな。これ弾はな、よし OK。 いやー緊張する、当たったでしょ。よし OK、やばい、よし OK。 いやー待ち伏せ戦略いいですね。どうします、前行ってすぐ左向くか。よし OK、 あと一人奥いるんですよね。奥に、奥のお部屋にいるのかな。これね操作がちょっと独特なんですよ。これ、これ上押せば進むと思いきや左で、やった OK 順調。そう左押すとね、あの左に行くみたいな、そんな感じですね。これ上と、えどうすればいいの。人質がいるんですよねどっかに。これで下降りんのか。うわー怖いな。うわーまだいんの。うわーいやー緊張する。人質ってどうなんだろうね。どう行きます。よし OK、 ちょっと待ち伏せいいかも。あと2体、敵は2体そうなんですけどね。どうしよう、下行って振り向いてドン。よし OK、 あー今やった、うまいな。あとそこがどっから来る。よし、あやった、ゲームクリア。やったー。ええ何、スタートボタンを押して次のステージ行こうって言ってる。何、一応これクリアでいいんですか。このゲームエンディングを見るためにはトレーニング以外を選択しなければならない。そうか。そしたらどうしよう、もう一応はミドルモードでいけたじゃないですか結構。そしたらエンディングっぽいものはやっぱり見ないといけないので、ごめんなさい、ちょっとイージーのジュピターでやっていいですか。イージーのジュピター、これ一番むずいのかな。マイク
あ、なんか時間がさっきより短い気がする。ミッションのジュピターは一番制限時間が短いモードになっている。で、もうちょいですよね。あの、やっぱイージーモードはサーチライトがいやらしくない気がしますね。もうちょいか、もうちょいですね。もうちょい行って、あー、ちょっと調子乗ってますね僕。よし、どんどん行こう。いけるかな。一回入る。入ってサーチライト出たら行こう。くそ、当たり判定がシビアになってる気がしますね。よし、入る。よし、さあ狙撃ポイントに着きました。さあヘリでジャンボ、とりあえずさっきと同じで窓を壊して侵入ルートを確保と。あ、いた。これまあ、こんなもんでいいんですかね、とりあえず。まあ一応全部ぶっ壊しましょうか。これなんか人質って助けました？人質って。でもテロリスト倒せばいいのかな？とりあえずじゃあ乗り込みましょうか。あの穴に行きますね。よいしょ。よいしょ。むずいな。これ今思ったんですけど、一人一人行ってますけど、三人でなんか一気に乗り込むってできないんですかね。しまった、上押すのませんでした今。壊れミスりたくないな。もうちょいですね、もうちょい。いけるかな、これで。これで侵入してみましょうか。よいしょ、はい、オッケー。いきなり来ますからね、いきなり。来い。かジュピター2回目の挑戦。2分きついかな。おお、ジュピター3回目の挑戦。この大広間、この通路に出てこい。どうしたい。よし、テロリスト出てこい。危ない。見通しの良い通路で敵を待つ作戦に出る。あえなく撃沈。身も心も限界の急増。心機一転を図るべく、つかの間のリフレッシュタイム。いやー、難しいっすね。もっとあの窓から狙撃するところでもうちょっと敵を倒しといた方がいいんですかね、一回とか。面白いな、しかしこのゲーム。
よし、もう一回いきますね。心機一転のジュピター4回目の挑戦。これイージーですからね、やってたの。イージーのジュピター。さあ一回いきます。あーむずいんだってば。集中力が切れつつあるジュピター5回目。だー完全にダメだ。6回目のチャレンジ、そろそろ決めたい。分かってるんです。シビアだな。ジュピター7回目の挑戦。うわ、なんかいるし、もうすぐ、まあ、とりあえず乗り込んですぐに撃ちましょうか。よし、うわびっくり、怖いんだよなビジュアルが。さすがケムコ。よし、とりあえずやられずに3階制圧したいですね、まずね。よしよし、うまい。よし、いやー手に汗握る。行けたい。よし、まずいな。こっちから回るか。よっしゃ、3階制圧。よし、2階もこのロンで行きたいですね。よし、あと5体。うわ怖っ、もう1体いるでしょ。いないか、そっちか。よし、来い来い、来ないか。あぶねえ、ニアミス。危なかったですね。下か。よし、2回制圧しました。これいけるぞ、あと5分あるぞ。よし来い、あと13体。
立つよ僕は。よし、危ない。よしよっしゃー、うまい。よし、ここちょっと安全したいでしょ。で、下から左から回りますよ。来い、こっちから行ってやる。よし、早いな動きが。よし、あ、どこ行った。よし、あと3体。よし、慎重に行きたいな。よし、あと2体。危ない、逃げろ。ああ怖っ。ああびっくりしないで、びっくりさせないで。残る敵は1体、ここは決めたいところ。おお、いやこれ落ちたくないんで慎重に。3分、1対1ですよ。もうラスボスとの決闘みたいな感じですからね。あっ、あ、ここでまさかの落下、後がない急増。やった、いったでしょ。やった、これクリアでしょ。やった。困難な任務だった。人質を全員無事救出したといえども、隊員の損害で 100% 成功したとは言えない。完全な成功を目指せ。はあ、とりあえずイージーモードのミッションジュピター、まあクリアということで。いやー、一応これがエンディングですもんね。新エンディングってわけじゃないですけど。いやー疲れたー。いやー、でこれはね、面白いですよ。一番最後のあの 3D ダンジョンの打つやつ、あれがちょっと面白いですね。いやー激アツだったな。まあね、とりあえずは完全エンディングとは言えないまでもクリアということで、ありがとうございます。やったやったやったさあよ。あ、いやーすーごい達成感。はい、ということで、ゲームコレクター QZ 第2回目以上ということですはい、また次何かやりたいと思います。ありがとうございます。